令和元年のね、問9の問題を直列のね、共振回路に置き換えてみました。まあ、このね、違いが分かれば、問9のはですね、完璧に理解できたということになるんじゃないかなと思います。直列共振の場合ですね、 L と C のリアクタンスが等しくなってですね、リアクタンス分はですね、0となります。で、インピーダンスはですね、R のみとなりますので、最大の電流が流れます。まあ、電流はですね、共振周波数を中心として左右に等しく分布しますのでね、F0 よりですね、より離れた周波数の方がですね、電流が少なくなるということになりますね。したがってこの場合は I2 が正解ということになります。